それで話の続きなんですけど。はい。俺、高瀬さんのことが前から気になってて。何それ、氷川さん僕に気がないとばかり。あの布団かけてくれたのも、おでこくっつけてきたのも、手つないでくれたのも、親切でやってくれてるだけだと思ってた。違いますよ、すごく勇気が必要だった。勇気出してやってくれたの？僕てっきりそういうのに慣れてるのかなって。慣れてないですよ。でも俺が全部したいからしたことです。その俺なりに頑張ってた。そんな言い方ずるいよ。てかなんかいつもと雰囲気違くない？うん、俺にも仕事のオンオフがあるから。というより好きな人の前でぐらい素でいたいから。好きな人って？出会ってまだそんなに経ってないけど、高瀬さんというとどうしてかな、なんかほっとけないというか。ほっとけないって僕そんなダメダメかな。俺を見て。ごめん。あ、ごめん。今どこから。いい。このままで。でも。続き、なんて言おうと思ったのか、教えて。俺だって完璧じゃないよ。でも高瀬さんになら、そんなダメなところも見てほしいと思ったんだ。ちょっと氷川さん酔ってる？ちょっと酔ってるかも。ちょっと近いって。やばい、僕こういうの慣れてないから。本当に俺も慣れてないよ。でも高瀬さんがこのままでって言ったでしょ。そうなんだけど、やっぱ近いかなって。あの高瀬さん。俺と、ちょっと待って。僕でいいの？お皿割るし、カップも落とすし、書類も落とすし、仕事モードじゃなくなったら部屋もぐちゃぐちゃにしちゃうのに。ダメなんかじゃない、そこも高瀬さんの魅力だよ。物は言いよってこういうこと言うんだな。高瀬さん、こうやって男の人と付き合ったことはあるの？あるよ。やっぱり。さっき好きな人がいたって言ってたもんね。でも好きになるのに性別は関係ないと思ってる。誰が誰を好きになっても自由だよね。確かに。うん。今日泊まって行ってもいい？え？うん。あ、でも僕そういうのはまだ。そういうのって？え？ごめん、ちょっと考えすぎたかもしんない。ちょっとお風呂入れてくれ。少し頑張りすぎたかな。